第5代暴法と公爵ヘンリー・様セットはイギリスの貴族。父が爵位を継承した1746年から自身が爵位を継承する1756年までウスター公爵の儀礼称号で称された。1744年10月16日、後に第4代暴法と公爵を継承するチャールズ・様セットとその妻、エリザベスの間の長男として、 ロンドンハノーバー広場に生まれる。1756年10月28日に父の死去により第5代暴法と公爵位を継承した。1762年までオックスフォード大学オリオルカレッジで学んだ。1767年から1772年までフリーメイソンのイングランド、首位グランドロッジのグランドマスターを務めた。 1768年から1770年まで、シャーロット王妃の首め頭を務めた。1771年から、モンマス社知事。1787年から、ブレックノック社知事とレスター社知事を務めた。1803年6月4日に保持者不在だった、ボトトート団尺位を継承した。1803年10月11日に死去した。 1756年10月28日に、父の死去に伴って、以下の借位を継承した。1803年6月4日の貴族院の裁定に、伴って、以下の借位の継承を確認された。1766年に、エドワード・ボス公園の娘エリザベスと結婚。彼女との間に急なに4条を設けた。長男ヘンリー・チャールズ・サマセット第6代、暴法と公借位を継承。 政治家次男、チャールズ・ヘンリー・サマセット。政治家、陸軍軍人三男エドワード・ヘンリー・サマーセット。創生4男のーボーン。バークリー・ヘンリー・サマセット長女。エリザベス・サマセット。チャールズ・タルボットと結婚次女フランセス。エリザベス・サマセット三女。ハリエット・イザベラ・エリザベス・サマーセット。ヒュー・ヘンリー・ミッチェルと結婚。イツオ・ロバート・エドワード・ヘンリー・サマセット。陸軍軍人。 ムツワーサー・ジョン・ヘンリー・サマセット、政治家七男ウィリアム・ジョージ・ヘンリー・サマセット、国境界聖職者四ジョアン・イリザベス・サマセット、八オジョン・トマス・ヘンリー・サマセット、九男・フィッツ・ロイ・ジェームズ・ヘンリー・サマセット、初代ラグランダンに上される、陸軍将校。ありがとうございます。